んにちは、プリスキラ TV JPN です。今日は大根と鶏肉のしみしみを作ります。ご飯が進むおかずです。大根、鶏肉、もも肉です。みりん、お酒、醤油、かつおだしの素、お砂糖。今日の材料はこれだけです。レシピはありません。大根にお味が染みやすいよう下処理をしてまいります。皮を剥きます。大根は煮崩れないように面取りをしてまいります。いつもは面取りはしないでそのまま煮ます。今日は特別です。ここもね、面取りして残ったお大根はサラダにして食べてしまいます。大根の準備ができました。ではこれを茹でていきます。私は母に土の下にある野菜は水から、土の上に出ている野菜はお湯から茹でるように習いました。大根は土の下にある野菜なのでお水から茹でてまいります。お米の研ぎ汁があるといいのですが、今日はないのでお米を少しだけパラパラっと入れておきます。実験です。ラディッシュは火を加えると白くなっちゃうんでしょうかしら。冷蔵庫の中でラディッシュに葉っぱが生えてしまいました。ほらね、ラディッシュは生で食べる以外に火を加えると赤がなくなってしまうのかな。サラダ以外の食べ方ないかしらと思って。もともと20日大根っていうぐらいですから、まあ大根の一種ですよね。どんなことになるんでしょう。20日大根の赤い色はポリフェノールの一種、アントシアニンだそうです。抗酸化作用があるということで。お湯が少しピンクになっていますが、このまま続行します。火を止めてしばらく蓋をして蒸らしておきました。大根にスッと竹串が入りますね。それでは大根を引き上げていきましょう。まずこう置いて、ここを切りますね、はい、それからこことこっち側とこっち
こっち側、ここあたり。そしてそれをまた2つ。ここを切ります。ここ。そしてこれを。今日は鶏肉も大根も大きくカットしております。お時間がないときは小さくカットしていただくとよろしいかと思います。鶏肉を皮目から入れてまいります。蓋をいたします。どうでしょう。いい焼き目がつきましたね。余分な油を吸い取っていきます。リードペーパータオルです。全部は取らなくていいですけどね。油がちょっとギトギトしてるとね、ついておりました。そうしましたらここに調味料を入れてまいります。お砂糖、本だし、お酒、みりん、お醤油、ずいぶんたっぷりねっていう感じなんですが、ここに大根を入れていきますのでね。それでは大根を入れます。丸いのも入れちゃおう。大根が入りましたら絡めていきます。アルミホイルで落とし蓋を作り、弱火でゆっくりお味が染みるように煮ていきましょう。感じになりました。大根と鶏肉、お味しみしみ、そして色もデリデリに仕上がりました。それでは盛り付けてまいりましょう。大根と鶏のしみしみ味の
デリデリ煮物ができました。ラディッシュはやっぱりあんまり美味しくなかったですね。ラディッシュはサラダでいただきましょう。ラディッシュのサラダの中には面取りした大根の端っこが入っています。それでは皆さんもお試しになってください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。